いらっしゃって。どうも、滋賀県住みます芸人のファミリーレストランの原田でございます。本日私がご紹介する滋賀県の絶景ポイントはこちら、余呉湖でございます。滋賀県にはですね、日本一広い湖琵琶湖がございますけども、それだけではないんです。余呉湖というね、素晴らしいコンパクトで綺麗な湖もあるんですよね。で、このね、余呉湖は水面が綺麗やから、山の景色がね、こう水面に映るということで鏡湖と、別名言われるぐらいの絶景スポットなんですけども、まあ、今日はちょっとね、ちょっと映ってないですけども、まだ調子いい時に来てもらったら見れると思いますんで、ぜひ来ていただきたいと思います。そしてそれだけじゃなくて、こちら見てください。こちらね、天女のね、石像が建てられてますけども、なんと天羽衣伝説が流れている地としても有名なんですね。ここのね、湖で天女がね、水浴びをしてました。で、そこに、人間の男が現れまして、二人が結ばれまして、その時に生まれた男の子がなんと菅原の道真とも言われてるんですね。ですから非常にこの辺はですね、景色も綺麗やし、まあ、そういうね、歴史ロマンなんかもね、溢れる土地でございますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、あとは時間が許す限り、この余呉湖の絶景お楽しみください。